鹿児島フォワード藤本紀明がファールの笛が吹かれているにもかかわらずボールを大きく蹴ってしまいます。主審がイエローカードを用意し、すでに1枚カードを受けている藤本は退場処分になるかと思われましたが、なんと主審はカードをポケットにしまいます。これには愛媛の選手スタッフが抗議しますが、判定は覆らず藤本は退場を免れました。